はい、どうもこんにちは、ゆうちゃんパパでございます。 KOF98 UMOL、 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、10月の5日火曜日なんですけれども、10月の5日といえばですね、元レスリング金メダリストのね、霊長類最強と言われましたね、吉田沙保里選手の誕生日ということでございましてですね、いやーすごかったですよね。ずっと勝っててね、引退する直前のね、オリンピックちょっとね負けてしまってね、それでちょっと引退されたような感じだったんですけど、それまでもう負け知らずみたいなね、オリンピック見ながらね、よっしゃ行け行けとか言ってね、結構応援してたね記憶あるんですけれどもね。ただゆうちゃんパパね、レスリングのルール知らないですけどねって、知らんのかよお前って一切知りませんっていうね、なんかローリングサンダーみたいなのしたらいけるのかなとかね、くるくる回れみたいな感じで、ちょっと頑張れみたいな感じで勝手に応援してただけでね、そんな感じでございますけれども、まあ、今日はねちょっと吉田沙保里選手の誕生日ということでございまして、でですね、今日はね、昨日ねちょっと今日からもしかしたらちょっとブケガチャ来るんちゃうんかなとかね思ってたんですけれども、まあ今日はちょっと小ずでね、まあ ST キャッチャーの方がねちょっと来てるということで、アテナとね水地とクーラとこの3人が来てるということでございまして、で SD キャッチャーの分でなんかこれ販売のね、格闘家セットも売ってきたりとかしてますけれども、まあ、これは特にね、買う必要は特にないかなとは思いますけどね。まあ武器はねなかなか来ないんでね、今絶対ね武器欲しいっていう方はね、まあ武器セット買われてもいいかなとは思うんですけども、まあ私はねまあスルーかなっていう感じですけれども、でまあ消費ボーナスでね、こっちのね破片の方がもらえるっていうのと、まあ購入の方でももらえるということなんで、まあまあクーラーね結構強いですからね、参戦してからもね確定のね、マックス凍結がね結構強いんで、それはねって思いますけどもね、まあ私はちょっとね状態上解除のねキャラと怒り上げのキャラをねちょっとメインに ST 使ってるんで、私はねまあ全スルーしようかなというふうには思ってますけれどもね。まあそんなとこなんですよね、実はねイベントって言ったらねまあ一応昨日からね修行の方がね、再開してるような感じなんですけれども、ちょっとこれね、ゆうちゃんパパね、これ、一応、クリアはしたんですけど、全部このね、スキルの方ね、この10ターンのね、星さん全然取られへんですよ、これ。スキップしても何してもちょっとあかんので、もうええわ、思ってね、ここのね、やけどの修行のところで、こう、数を稼いでるような感じなんですけども、これ10ターンとかいける人いんのかな、これ。これはちょっと無理です、私にはっていう感じでございますけれども。もうちょっとね、なんか星さん取りやすいようなね、ステージにしてほしいなとか思いますけどね。まあまあまあ、しゃあないですけどね。で、一応ね、昨日ね、舞ちゃんのね、オークション終わりまして、一応ね、私、3位でしたね。1位の方がね、ちょっと7000ポイントぐらいまでいかれてたんで、ちょっとそれ無理やなと思って、まあ2位、3位確保でいいかなと思って、ちょっとやってたんですけど、夜予定あったんですけど、ちょっとだけ抜け出してね、少しだけちょっとこう、見てたんですけれどもね、4位の方があんまりガッと来なかったんで、まあそのままね、ちょっと2位3位になったんですけど、まあ3位のままでね、フィニッシュということで、まあ200のね、破片もらったというような感じでございますんで、まあこれでまあ啓蒙分のね、破片の方もまあ集まったかなと、こんな感じでございますんで、まあまあ星7にするかどうかちょっとわかりませんけれども、まあまあまあ啓蒙分はいけるかなというところでね、まあ、武器をね、ちょっと待ち遠しいなというところではありますけれども、まあこの感じでいったらね、まあ明後日ぐらいからね、武器来るんかなとかは思うんですが、まあまあそれもね、もしかしたらちょっと伸びるかもわかりませんけどもね、まあそこをね、ちょっと楽しみにしたいなというところでございまして、じゃあそしたらね、今日は久々にね、ちょっとサバフレバトル行きましょうかね。おられましたね。11サーバーのね、ピロディさんね。ピロディさんね、よくコメントもいただける方でございましてね、めっちゃ強いんですよ。もう甘いんちにしか聞こえないとこれあれですよね、イグニスの必殺ですねセイディさんがねおっしゃっておられてね私もねそれ言われてからそう思ってしまうんですけど、ピロディさんね、もう1000万超えててね、1074万というところでございましてね、でまあ前は取られてないんですかね、まあ取られたけど入れてないかちょっと分からないんですけども、でアンヘル入ってらっしゃらないので、まあ何回かねこう戦わさせてもらってね、前入れさせてもらってからね、ちょっと勝ったり負けたりのような感じでございまして、まあ負ける方が多いんですけどね、
いい感じでね、ちょっとこうおろくりをね、こう倒せればね、まあ勝機はあるかなというような感じでございますんで、ちょっとね、ピロディさんのね、方を借りにね、ちょっと一戦対戦させていただこうかなと思っておりますんで、さあ早速やっていきましょうか。それではゆうちゃんパパ VS ピロディさん、レディーファイティングショー。はい、先制取ってるのはピロディさん。さあここでね、おろくりをね、前のね解除でね倒せればね結構勝機はあるんですけどね、まあ裏で何回かさせてもらってるんですけれどもね、勝ったり負けたりっていう感じでね、対応しきれないとねちょっとね前もやられてしまうような感じなんですけどね。さあ立て続けに攻撃食らって、さあキングが入って大引き投げ打たれて、早速踏ん張り使う、おお両方とも踏ん張り使ったな。さすがやっぱり火力で押し切られるんですよね、ここまで戦力差あるとね。スキルは全員でいってコピーされて、うおエリザベートもあこれあかんな、エリザベートも いきなり踏ん張り使わされたな。さあここで状態異常解除の SP が出てきて、全員打てる状態にして、さあノブブラン打って、さあ KO サイド、ここは食らわないね。さあお茶目な女の子食らわして、さあ KO サイドでエリザベートに、エリザベートね、さあ上昇機打って、さあいびき長屋もかましていって、スキルは全員出てる。それで社に飛んでいくとちょっとカウンタークラウンで、まあまあ、おおめっちゃ食らったやばい、これで踏ん張り入れるんか、あいけるか、よしちょっと回復してって KO サイド、よしよしいいぞ。これでね向こうが回復していくとね、こっちも回復していくよね。流煙効果はね解除されると回復していくんでね、そこがねちょっと前の強いところなんですよね。さあ S マックスでノブルが打たれて、さあグラッチディメーション、ピンコはもうここは入らない。おおろくり打てない、おろくり打てないぞ、これは結構いいぞ。わあこれで、あおいけるね、踏ん張り使ってないね。さあブラカンバッチ、ゴムゴムガトリング打って、さあ S マックスのノブルブラン打って、攻撃入れて、さあ KO サイドでアセンションタイムで、ああこれシールドあるんか、おろくり、ああマジか、倒せなかったかな、あこれでいけるか、これで倒、よしこれ倒せたね。そこそこの火力かな、まあ、前もね、まあめちゃくちゃな攻撃ってわけじゃないですけどね、まだ武器ないんでね。さあスキルは現地以外で入れる。さあ3段目、さあドラカンパンチ打たれて、怒りも上げられて、さあ暗黒地獄打たれて、さあここはダメージカットがある。さあ S マックスのブルブランで、ここもダメージカットあって、さあサナチョウ打たれて、ここはまだダメージカットある、炎の盾がまだある。よしこれでいいぞいいぞ、炎の盾破壊されてないね。おこれはちょっと展開的にいい感じかな。おろくりをここで倒せればねいいんですよね。さあノブルブラン、あーこっち行ったか、そっち行ったらあかんのよね。さあ KO サイド、あなんでやねん、くそあかん、おろくりをいかんか、おろくりに、おろくりに行かないと KO サイド、あかん、全然いけへん、これ一発目ではだけでは倒せないよねこれね。いぶき長屋飛んでいけ、いぶき長屋を、よしよしいいぞ、いぶき長屋飛んでったら倒せそう、よしよし倒せそう、よしいいぞ、これはちょっといい感じの展開ですね。これでね倒せない時も結構多いんでね、そうなってくるともう普通に前がねあのサナチョウ打たれてやられるっていうパターンが多いんですけどね。さあ KO サイド打たれて、あかん、そこに打たれると盾が破壊されていく。さあ KO サイド打たれて、さあ S マスのオブルブラン、あーでもここで範囲ダメージで3回目やねこれ、盾まだもう1個あるんかな。さあグラッチディメーション打たれて、おいいぞ、オロクリ打てない、オロクリ打てないぞ、これは結構いい感じの展開か。踏ん張り1回使って、さあバルカンパンチ打って、おこれはちょっとオロクリいいんちゃうか、これ展開的にいいぞ、真ん中に飛んでいくのはオロクリをちょっと削っていって KO サイド、おいいぞ打って、アセンションタイム、女の子打って、さあ KO サイド打って、さあいいぞ、これでた、おし倒した、これで倒した、いいぞ、前の真骨頂が出ましたね。でこっちはね復活キャラがいないからね、向こうのね人力をためないっていう感じなんで、まだ2のままなんですよね、一回ね、この復活なしパーティーでちょっと
頑張れ。これはちょっとね、オロクで倒したから展開的にいいかなとかいうところなんですよね。ただね、もう全体的にも戦力が違うんでね、こっからね全然負けるときもね、まあまああるんでね、油断はできないところでありますけれども、さあ両サイドって遅いよね。さあ、ノーブルブラム、さあ両サイド打たれて、ナイブン、まあ、めっちゃくだもんなこれ。さあグラチメーション、あ、これは金庫入るね。金庫入って、あー石炭をしたか。石炭は解除できないんだよね。あー、これはうわ、まだダメかとないから、踏ん張り2回目かな、1回目かな、ちょっとわからん。うん、ただ泳ぐいかないから倒しきれない。よし、いけるぞ。ファイヤーさん吸って、ダイスマッツのブルブランで、ケイオスサイドで状態上解除して、さあマイ、うーん、まあそこそこのダメージんてか、そんなに効く当てないね。さあ暗黒時刻打って、うーん、たださすがに人力に2にしてから全然倒されへんな、前列が硬い。さあアテナ SP 出てきて、さあケイオスサイド、ダイスマッツ、よし、そこに来るのは盾が壊らされないからね。よしよしよし、あかん、うん、失敗、まだ大丈夫。うん、ノーブルブランで、うん、これで撃たれて、グラッチディメーション、これは風の仕事、まだ残ってるから金庫入らない。うん、ただ凍ってるね。うん、これはちょっといい感じか。さあバルガンパンチ打って、さあ、アイソスのブルブラン、さあ、ケイオスサイド打って、さあ、アセンションタイム、オロチアシロはこれを踏ん張りを、うん、また使わせて、さあ、前に動きはまあまあ、うんって感じね。暗黒時刻打って、さあ、ユルギ投げよう、打って、オロチアシロが硬い、よし、オロチアシロ倒したぞ。オロチアシロを倒して、で、人力もこっちね、4に増えて、まだ人力2の名前もね、向こうのイローリエさんのイグニス強いわ。まあ、イグニスだけちゃうけどね、前列が硬い。さあ、ケイオスサイドを返せ。三国地獄、極楽落とし。さあ、ケイオスサイド、うん。さあ、ノブルブラン。さあ、グラチジメーション。ここは金庫は入らない。さあ、イグニスのようで。うん、前にね、なかなかこう飛んでいってないんで、ちょっとこれも。うん、展開的に非常にいい感じになってるね。うん、さあもう7ターン目いってよ。さあ、ナブルブラン打って、さあ、ケイオスサイド、うん、オロチアシロ復活しちゃったわね。そんなに硬くないか、その割にはめっ出てくらへんぞあれ、復活したターンでも結構食らわへん、あれなぜだ、結構倒せるかな思ったけどね、倒せない。うん、さすが数がやっぱり強いからね。うん、素晴らしいですね。僕がね、オルチャーショー前にも出て復活したターンやったらね、多分秒でやられてるんですけどね。さすがヒロディさんのオルチャーショー。うん、ノブブラン、さあ、いびきなやで、ここは縦があるパターンだから大丈夫。さあ、ケイオサイド打って、うん、うん、まだ人力2で、あー、まだ回線回復じゃんか。さあ、バラカンパンチ、あかん、これちょっと長い試合になりそうな感じですねさあ、ノブブラン打って、さあ、ケイオサイド、まあ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 な感じだね。ダメージカットあるからね。うん、暗黒地獄打って、さあ、ケイオスサイド持って、さあ、いきなりで、お、真ん中行ったらオロチアシロはさ、まだか、硬いな、復活したのにめちゃくちゃ硬いぞ。やっと倒した、やっと倒したぞ。うん、これでちょっとオロチアシロの分散しないんで、人気をちょっとずつ減らしていきたいところですよね。さあ、クラッチディメーション、うん、うん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 、さあ、9ターン見てるよ。さあ、ダブルブラウン打って、うん、ケイオスサイド打って、さあ、まい、さあ、ケイオスサイド、さあ、おいいぞ、人力を減らしていくんだ、固定ダメージを与えて、さあ、いびき流れで食らわしていって、まだ2のままやもんね、これこれ1できるか、1にできない、あかん、イグニスがめっちゃ硬いな、すごいな、これがあれやろね、戦力の差やもんね。これもし逆のパターンやったらもう2ターンぐらいで多分やられてもね、ゆうちゃんパパやったらね。
うん、ただ総力戦で頑張っていくんだゆうちゃんパパ、うん、もう6対4やで。遅いわね。さあ作戦のブルブラン打って、うん、自利品でちょっとずつ減らしていったね。さあ慶応サイド、さあセミさんタイム、そこに飛んでったらあまりないんだけどね。さあ慶応サイド打って、さあ前で人力を減らせ、人力をよし1にした、1にしたぞ、1にしたぞ。ちょっとずつちょっとずつイグニスを減らしていって、さあ11ターン目竹井サイド、これはもう最後に見ていくぞ。ちょっとずつ減らしていってからね、イグニスを。さあグラッチディメーション、銀行は入らない、いいぞいいぞ、これはいけるそうやね、これ、もう展開が素晴らしかったですね。さあただ硬すぎてちょっとずつしか減らしていけない。さあケイオスサイド、さあ前に打って、さあケイオスサイド、後ろにバースもねちょっといやらしいですよね。さあいびきながらで、まだ人力はお、ゼロになった、よし人力がゼロになったぞ。これでイグニス、よし次のターンぐらいで倒せそうな感じする。よしノーブルブラン打って、で打たれてか。さあ慶応サイド、さあグラッチディメーション、さあ右のやるで、ここはダメージカットがある。これ後半までね、あの前に残ってると、なんか4回ね殴るのがねこう削り切れないっていうのがあるんで、やっぱりね延命させるっていうことが大事ですね。やっぱそうなってくるとやっぱりオロチクリスをね早めに倒すっていうことがね、大事になってくるような感じですね。さあカゲロの前、さあケイオスサイド、さあ暗黒地獄でこれで倒せそうか、まだか、よしこれ集中攻撃でこれでイグニスをよしよし倒した、長かった。めっちゃ硬いっすね。こっち復活1回もしてないんで、3のままでタコ殴りにしてもめっちゃターンかかったっすね。すごいな、もう。さあ、KO サイドで。カーセンションタイム。バースがまだ後ろに控えている。さあ、KO サイド。全然出さない。カゲロウの前に。残酷地獄で、まあ前列にエリザベートが控えていて、さあ、また踏ん張りを使うのか。強いな。さあ、いびき投げるって。で、スキルは全員出ている。さあこれでよしバースを倒した、バースを倒して、よしここが最後に出ていくぞ。さあいびき投げよう、22パスが食らわない、いいぞ。さあそのノーブルブラン打って、さあケイオスタイド、さあ戦車タイム、これはシールドがまだある。エリザベートも硬い。さあケイオスタイド打って、さあ影の前で倒していく、よし、まだまだ、まだリダス残った。まだリダス残っている、すごいな、防御力が半端ないですね。さあ暗黒地獄極楽私倒して、復活して、オメガの効果で復活して、さあ一気に投げ打たれて、さあこれで、あこれ影の前フィニッシュで、あでもダメージカットでは無理か、ひらめきの嵐打って、あ、無理か、無理やな、これであと気づきない、あ、これいびき投げです、これで、これでいびき投げようで決まっていく、ドカーン。はい、いやーいい感じの展開でね、ちょっと前のいいところが見えたかなというような感じでね、ちょっと運よくね、ちょっとオロクリね最初にちょっと倒せたんでね、なんとかちょっと勝つことができたんですけれどもね、ピロディさんね、本当に対戦いただきましてありがとうございました。まあいいね、やっぱりちょっと後半にね残っていくとね、やっぱり相手がね減っていくとね、盾を壊せないっていうのでね、ちょっとずっと残っていくっていうのもね今回見れたかなと思いますんでね、今後ね武器来てね火力も期待しながらね、ちょっとどんどんね、強くしていきたいなというところでございますね。まあ本日はね、ちょっと武器来なかったっていうのとね、ちょっとピロディさんのねサバフレの方をさせていただいた動画でございました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。